今まで食べた料理で一番おいしかったものは何ですか？おしゃれ。スマートフォンの中にはきっとその答えがあるはず。グルメはスマホの中にある。スマグル。今日はどんなグルメと出会えるのか。すいません、ちょっとヨカバンっていう番組なんですけど。あ、見てくれてるの？じゃあヨカバンだ。ねえねえ、僕何食べてきた？今お口の周りが真っ青だよ。唇真っ青。美味しかったんだね。これで電車乗ってきましたからね。今皆さんのスマホの中のグルメの写真を見せてもらってるんですよ。なんかちょっと待って、電車だもんね。これぐらいしかないっす。見せてもらっていいですか？あ、かわいい。シーガイアゴ。いちごフェア、うん、結婚記念日で行ったんですけど、うん、よかったっす。よかったっす。どうでした？美味しかったです。美味しかった。ちょっとお話いいですか？今スマホの中のグルメの写真を皆さんに聞いてて。あ、すごいすごいすごい。待って、 めちゃくちゃありますね、食べ物の写真。ね、ありますね。これが美味しいです。これ何ですか？これは焼き鳥屋さんで、当店閣の横のビルにあります、の1階にある焼き鳥屋さん。はい、焼き鳥屋さんで、テールっていうんです。またたきって書いてテールっていうんですけど、なんか鳥のなんか卵っぽいなんか分かんないのとお肉が一緒になって、一口で食べるとふわって。え、めっちゃ気になる。気になりますよね、これね。ないです、宮崎。超美味しそう。すいません、今ヨカバンって番組なんですけど。あ、そこっちよ。あ、そこっちです。すいませんね、靴見てるとこ、はいはい、今スマホの中のグルメの写真を皆さんに聞いてる。テレビの。あ、そう、うん、皆さんのスマホに眠っている。今日は2人で靴を探しに来たんですか？いや、ね、なんかケーブルテレビとかに用事があって、うん、あ、最近なんですよね。見せてください。クレスイーツなんですけど。え、クレープ屋さん。美味しそう。生クリームがあんまり時間持たないからすぐ食べないといけない。もう本当に一瞬で、あ、もう口に入れたらショワってなかなかなる。こんにちは。この後幻のクレープが登場。そしてカレンちゃん元気だって。これを渡されたということはアポ取りですね、はい、こちらが先ほどご夫婦に教えてもらった午後のクレープ。お店に入っていきたいと思います。こんにちは。あ、お世話になります。お世話になります。ヨカバンの坂っちです、はいはい、本日ここのクレープをちょっとテレビで紹介させていただきたいなと思って来たんですけど、はいはい、喜んでどうぞ。はい、お願いします。高級クレープ専門店、午後のクレープ。なんとオープン前から行列ができることもあるという大人気のスイーツ店なんです。お待たせしました。出来上がりました。いちご生クリームにティラミスアイストッピングになっております。ティラミスアイスなんだ、かわいい。これが噂の一瞬でなくなるクリーム。いただきます。せーの、うま宮崎。うま宮崎。生クリームほわほわ、口に入れた瞬間消えた。生地がちょっとサクッと、そうですね、してますね。クレープに合わせて焼き加減を変えてるので、あ、そのクレープ、そのクレープに合った焼き加減で。でもなんでこの生クリームがこんなすぐ溶けるのはなんでですか？そうですね、つなぎを使ってないのが一番の原因だと思います。純正の生クリームですぐ食べてもらうっていう形で提供しているのは、すぐ作るケーキ屋さんで、すぐ目の前で食べていただくケーキ屋さんとかしかないとは思うので。5分以上持たないらしいですよ、この生クリームも。でも大変じゃないですか、こんだけこだわってたら。クレープ、税理士さんからもちょっと原価率を抑えたらっていうようなリアルな指摘を。そうなんです。
それでもやっぱりこの、それでも安く美味しいクレープをお届けしたいなっていう思いで、なるべく値段上げずにやってはおります。さあお次は宮崎の空の玄関口、宮崎ブーゲンビリア空港で聞き込み。撮影日が3月末とあって、新天地へ踏み出す人たちでにぎわう空港。ここで出会えるグルメは二人はどこに、大阪、これから大阪、そして滋賀県です。滋賀県にちなみに何をしに行くんですか？看護師で、それぞれ、はい、今スマホの中のグルメの写真を見せてもらってるんですよ。もう宮崎離れるからこれだけはもう食べていきたかったとか あった昨日、うん、あ、見せて。わぁラーメンに。これどこの？里芋っていう、あの最後に食べたくて昨日行きました。こってりしすぎてないから、めっちゃすぐ食べれます。なんかガーって行きに行く。あ、これどこのお店の？牛蔵っていう市内にある焼肉屋さんなんですけど、うん、バイトしててここで。最後行ってきたの？いや、行ってないんですけど。あ、行ってないの？楽しみ？それともちょっと不安とかがある？不安の方が大きいです。 何不安？職場に馴染めるかなとか、うん、勉強追いつけるかなとか。でも寂しくなったらいつでも宮崎帰っておいで。帰ります。どちらに行かれるんですか？沖縄です。沖縄。あ、え、待って、みんな。これちなみに皆さんご家族関係は？兄弟。すごい大家族ですね。都の城のネオフーズ竹森っていう食品加工会社で働いております。ちょっともう煙がすごすぎて全然お肉が見えない。すごい。職人がこうやって手で焼いてるんですよ、うん、ちなみに置いてますよ、空港に。置いてるんですか？はい、空港とか探せばあると思います。お土産売り場とかってことですか？はい、お土産売り場に。あら。ということで空港2階のお土産売り場で見つけちゃいました。国産若鶏を炭火でじっゆっくりと手焼きした炭火焼き。めちゃくちゃもう炭火で焼かれたいい香りがしますよ。そして一個が大きい。これもしかして顔と変わらない？あー、いただきます。うまみがよく、いや、もう噛めば噛むほどさらに炭火の香りがもうすごい口いっぱいに広がって、お肉も柔らかい。やっぱ宮崎空港でこの鶏の炭火焼きってやっぱお土産でとっても人気らしいんですよ。で、本当いろんな種類があるんですけど、手に取って楽しんでもらって食べてみてください。すいません、ちょっと今皆さんのスマホの中のグルメの写真を聞いてるんですけど、はい、宮崎からこれからどっちからかに旅立ちですか？あ、いえ、今から今ここに着きました。あ、はい、別のとこから宮崎に、はい、どちらからですか？京都から来ました。京都から、はい、あ、じゃあ宮崎でご飯は食べました？前回ちょっと前ここに来た時に食べました。ちなみに前回は何しに来たんですか？いや、ちょっと、大学の入試のためにあ、これは、わら焼きかつお丼みたいなのと冷や汁を食べました。ぜひ合格したらもう一回また冷や汁食べたいねって言いながら、うん、ちょっとまた来れたので、でまた来れたのでおかげで。ってことは今回は何しに宮崎に？大学の入学手続きに来ました。おめでとうございます。冷や汁食べ放題じゃない、これから。ねえ、カレンちゃん元気でってみ。頑張ってこいよ。頑張んないよ。
これでもいいぞ。いや、頑張ってね。いつでもおいで。ちょっと俺今応援してるから。スマホの中に宮崎で食べた美味しかった料理の写真ってありませんか？いいね。この間食べたラーメン。何？ラーメン。好きね、みんなラーメン。これどこのラーメン？イオンの近くのしまちゃんラーメン。え、よく食べに行くと？あ、もともと宮崎に住んでて、こっちの方に、うん、で、引っ越して宮古の城だったから、まあ、そこは子供の頃に来て、うん、幼い頃から食べ親しんだラーメン、これは食べたい。いつも美味しいラーメンありがとうございます。はい、いや、宮古の城です。宮古の城、はい、ちっちゃい頃から食べてるお父さん。ああ、はい、三州麺の大盛りを食べるお父さんの。ああ、そうです。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。どうも、すいません。ありがとうございます。はい、またいらしてください。はい、めちゃくちゃ覚えられてるじゃん、ね、お父さん。お父さんめちゃくちゃ大盛りで食べるんだね。うん。宮崎市並島の住宅街にある知る人ぞ知るお店、しまちゃんラーメン。山本慎二郎さん、恵美子さん夫婦が2人で切り盛り。来年で創業50年、地元民に愛されている老舗ラーメン店です。はい、はい、どうぞ。はい、おー、すごい。あー、いい香り。おー、スープからうま宮崎。せーの、うま宮崎。一瞬お父さんが先に一緒にしてくれようとした。いや、コクがすごいですね。なんか豚骨でカツンとくるのかなと思ったけど、コクがあるけどサラサラサラっていけるような、重たくない。うちはもうほんと豚骨のみでやってますからね、スープは豚骨一筋。あとはもう何も入れてないです。で、麺は中太のストレート麺。うん、うん、おいしい。ちょ、チャーシューも食べたいな。チャーシューもちょっといただきます。うん、うん、うわ、とろっとろ。結構味がね、しっかりついてるんですよ。ね、うまいですね。うまい。ご飯に乗っけて食べられる。いや、これめちゃくちゃご飯欲しい。その都の城に住んでた女の子からの紹介だったんですけど、電話でも言ったんですけど、お母さん誰か分かったじゃないですか。なんとなくですね。ずっと昔から宮崎にいらっしゃって、都の城に引っ越しをされたというのを聞いてたもんだから、うん、もうその方しか思いつかないなと思って、はあ、もう本当に常連さんですね。まあ、あのこちらにお仕事に見えたら必ず来てくださるんじゃないかなと思って、うん、え、その方はどれぐらい通われてるんですかね。そのお嬢さんが20歳前後ですかね、うんうん、その方もちっちゃい頃に、うん、何回かお見えになって、うん、去年かな、去年もお父さんと一緒に、うん、まあ、あのお見えになってて、大きくなったという話をしたような感じがあるもんだから。じゃあ、もしかしたら20年くらい、うん、まあ、それぐらいは多分来ていただいてるのかなと思って。ちなみに、あのその子と今日会ったんですけど、この子です。あ、そうかな、この間、うん、あ、お父さん似てる。お父さん似てる、うん、この子がそのなんか
もう一番思い出に残ってる写真、グルメの写真見せてくださいって言ったら、このしまちゃんラーメンのラーメンですって言って、本当に子供の時からずっと食べてて、いやーすごい、もう昔から愛され続けるしまちゃんラーメン。本当ですね。長年愛され続けてきたしまちゃんラーメン、これぞ宮崎ラーメンという一杯を皆さんもぜひ食べに来てください。